荒野行動と禁断、荒野行動の方が会える説。会えない、会えない死ぬんだけど。どこ住んでるの。日本だよ。日本だね。あ、よかった。マジで外国の人かっこいいし可愛くね。ナッチー。いや俺もね、企画倒れっていうか、俺もとんでもない長期戦になるなと。勘弁してください、ほんまに。荒野行動と禁断、荒野行動の方が会える説やってまいりました。 YouTube やってますみたいな話になった時に、何のゲームやってんですかって言われて、知ってる、俺のこと知ってる人ならいいけど、知らないやつにちょっと荒野行動やってんですよねってなんか言えないの、自信持ってね。もう最近もなんか電気っぷりみたいなさ、イメージがあると思わん。確かに俺荒野のおかげでいろんな出会いがあったから、仕事もそうだし、フローラの相手とか、もうそこら辺もう親友だからさ、もう普通にそのレベルで仲良くなって人もいるから、もう感謝してんだけど、もちろん。だけど、そういうの別として、荒野行動ってね、ちょっと出会い系アプリみたいな風潮があるじゃん。本当に出会い系アプリなら、もう Tinder とか出会い系アプリより早く会えるはずなんですよ。でそれをね、俺が身を挺して検証していくんだけど、これ本当に勘違いしないでほしいのは、本当にネットで変なやつに会うのはマジ危ないから、一応言っとくね。あくまで推奨してるわけじゃない、検証だから。でこれ見て、荒野行動出会い割合って調べると、一番上にこんなとんでもないのが出てきたのよ。だって見て、一番上マッチアプリよ。マッチアプリを中心とした出会い婚活メディアみたいなサイト、だってトップマッチングアプリタップで荒野行動で出てくるからね。まあちょっと一応リンク貼っとくけど、概要欄に。まあ実際に出会うことができたって話で、で M さんがあったんだって。でそもそも出会い目的っていうより、普通にゲーム楽しんでたみたいな、まともそうなやつなのに、だから途中からで、なんかここら辺でデュオの方が好きみたいになって、えって思ったけど、まあその理由はなんか一人行動すんのがやつがいるからデュオだとないよねみたいな。でこっからね、いつも通りデュオで野良でプレイして、さあ VC 入れるかとスイッチ入れてみると、よろしくお願いします。女の子じゃんラッキー、あれってなるやん。でまあこっからめっちゃ気合うやつがいて、もう少し話したくなって SNS 交換して、でまあなんかどんどん仲良くなってったら、同じ隣住みで、これは会うしかない、いい近いし、よかったら今度会わない、いいよいつにする、でそっからトントン拍子だってさ。でまあメリットはとにかく気軽に始められると。で荒野行動っていう共通の趣味があって、比較的若い子が多い。デメリットは、まあ、出会い目的としてないやつがそもそもいるっていうのと、プロフィールが分かんない。まあこれは多分出会い系アプリも一緒のはずだから。で毎回女子とマッチする確証がない。もうこんなはね、100回やればいいだけなんで。でね、この面白いのが、もうこの荒野行動以外で本気に探すには、もうマッチングアプリっていうこのタップルの紹介なんだけど、もうすごいやん。こんなんどう考えても荒野行動とタップルが共存しちゃってんの、すごくない？ね、ちょっと待って、他の見ていい？ちょっと実例あり、待って、やばい。荒野行動から出会いにつなげる方法、プレイヤースキルが高い、立ち回りがうまい。待って見てください、これ。荒野行動女子にモテるためには、立ち回りがうまいことが必須。はい、メモ、これメモね。女子からモテるのは間違いなく後者。荒野行動でバチカソうまい女子はほとんどいないと、うん、最低限度のプレイヤースキルも必要なので、立ち回り7割、いやもう俺もう両方大丈夫よ。7割っていうか、もう立ち回り10割、スキル10割っていう、もう意味わかんないグラフ完成するから、野良で行けば。やばい！何これ？キャラコンが必要なのか、あんまできないけど。まあ、クイックショットいいよね。うん。はいはい。偏差打ち、腰打ち、銀打ち。あ、待って、全部できないわ。ジャンプ打ちはギリできるね。ちょ、腰打ち、まあ、できるけど。ちょっと偏差もできる。まあ、ちょっと見せプができない。まあ、見せプがね、いいのか。うん。まあまあまあこんな感じでいろいろあるわけですよ。まあざっくり見ていったけど、今回のやり方は荒野行動と Tinder を同時進行っていうか、まあ初めて大体時間計ってどんぐらいで会えたかで、両方無課金でやる。荒野も初期赤、あ、まあサブアカでいっか。荒野はサブアカでやって、 Tinder も無課金で、ぶっちゃけ会えれば男女でもいいんだけど、本当にやましい意味じゃなくて、俺ねミセスのブルーアンビエンス歌える人に会いたくて、もうそっちの方がポイント高いわ俺的に。とりあえずこっからプロフィールを作るところ、まあこれ Tinder もありますね。これってなんか Tinder もありますねとか言うと俺がやってるみたいになるけど、俺はマジでやったことないから。アプリ入ってんだよ。
ラブリー入ってんだけど、そのとリア島、リア島のそのケイモト君って子がいるんだけど、そいつがあのチンダーマスターで、でそいつがあの俺が浅草住んでる時に来て、いや浅草いいなって言ってたっていうのがあるからっていう話で、でとりあえずあのまあまずねアイコンとかから作っていくんだけど、でもどれだけやっぱ豪華にできるかだから、まずさ展示物、まあこういうこれもプロフィールだからね、ロビー展示しちゃおっか、もうねロビー展示しちゃって、で衣装がどれだけかっこいいかって結構大事だと思うんだ。あの猛者っぽい格好にしてニセプゼになりすまさなきゃいけねえ。なんだこれ、俺ショートのが好きなんよな。でもこれまあこれも悪くはない、もう似合えばって感じ。結構マジどっちかだよな。いやもしニットあれなんかあれなんかよくさみんなが被ってんのってこれじゃないの、あれ違う、まあいいか、こんなんもう適当でいいや。タグ追加、猛者の代表格ガチ勢で4本指、友達いっぱい、陽気アピール大事か、陽気あった待って陽気ある、いやガチ勢とね4本指は いらないね。陽気はいるじゃん、でムードメーカーもいる、低音ボイスは無理だから、いやフレンドリーとか言ってきますか。いやでもね年が分かった方が熱い気する。まあ、ここら辺 であとその荒野で多分大事なのってこの広場ね。で広場見てその猛者っぽいやつ、出会い中っぽいやつ、もうここら辺全部出会い中だから、何通話できる人誘って、無課金高一ね、何このクソガキ、 JK じゃ危ない、 JK ダメだ、JK ダメだ、捕まるわ。まあ、あ、ちょっと待って、まずね、あの、すいません、アイコンから変えさせていただきます。あの、アイコンがですね、ルーキーからね、大量に摂取してるので、一番俺に似てるやつ、まあ、これかな、やっぱ。これだよな、まあ。で、プロフィールの一言も変えたいね。気が合う友達が欲しいとかにしと、合う友達が欲しい。これ今、8時35分。6月11日の。一番人に合いそうなね時間帯選んでますので、じゃあ行きまーす。はい、映ってる、はい、スタート、はい、始まりました。じゃあ自動参加、ちょっと待って、自動参加できない、やばい、ちょっと待って待って待って、とりあえずどんどん、はい、ここ入れた入れた入れた、でまずボイシーつけとこう。ペイペイやってますか、もしお前なんやねん、ペイペイやってますかって、やってますよ、ペイペイ、ペイペイやってますけども、何ですか、野良行きたい、野良行きたいんだけど、チャットで話そう、いやいいよ、俺はちょ、え何、野良行きないなら俺も抜けんで、あもういい、こういうのダメ、これタイムロスだから、いやここがね、はい、だいだいだ、お願いします、あれ、おき、おお、熱い、いっぱい来た、お願いします、お願いします、あれお、来た来た、キャピー、キャピー、いやこれね多分ダメだ、これねもう VC についてるとこに入りたいから、 VC、 あ来た来た来た、お願いします、お願いします、お願いします、すいません、あのなんか近々会えませんか、どっかで、どこ住んでんの、一応あれ関東っすね、で関東のどこ、関東の東京、東京なんだ、へえ、うん、会えない、はい、しゅうさん会えないって聞かれてるよ、そう、じゃあ俺会う必要なくね、会える人探してるから、ほうじちゃんに言ってんじゃないの、しゅうさん会えなよ、ほんと、俺も、いや男と会う得ないでしょ、俺も本当に誰でもいい、会えれば会えればいい、予定すぐ立てて、パパッと誰でもいいの、本当に会える人探してて今、やば、なんで、女の子がいいんじゃない、いやもう誰でもいい、マジで、なんで会いたいの、いやなんか友達欲しいから普通に、で友達いないから宗教の勧誘でもすんの、宗教の勧誘しないでしょ宗教の勧誘しない、待ってこの人さ初期赤じゃね、はい、何この人、何怖いんだけど、全然初期赤じゃない、だって俺だラフェラールとか持ってよ、プロフィール見てみ、え試合数ゼロ、勝利ゼロ、撃破ゼロになってんだけど、今シーズンや
だからしばらくやってないんじゃない？やってない、やってない。で、久しぶりに友達作りに公園に潜ってるみたいな。会えない？なんで、なんで友達いないんだよ、リアルに。会えない死ぬんだけど。会えねえよ。会えねえか。うわぁ、ダメか。結構しよ、粘ったけどな。だいぶ粘った。よし、ここ行こう。同じとこ来ちゃった、間違えて。同じとこ行っちゃった。お願いします。お願いします。お、めっちゃ武士やるやん。あ、ありますよ。お願いします。じゃあ、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。あと2人ね。はい、お願いします。お願いします。はい。はい、お願いします。はい。あと2人いたら。お願いします。お願い、お願い。あと2人やな。オッケーオッケー、募集しますね。ああ、了解です。オッケーです、オッケーです。オッケーです。ああ、ラウロス、お願いします。お願いします。じゃあ行きましょうか。ほな。ほな、行きますか。ほな、行きましょうか。ほな、行きましょうか。あと1人やで。来た来た来た。あれ、抜けちゃった。抜けたよ、抜けたよ。ほな、行きましょうか。ほな、行きましょうか。待て待て、あと1人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 。行きましょう。いいですか。うん。いやいや、あと1人、あと1人や。来た来たよ。あいつマジで抜けんねん。あいつなんなんマジでもう。抜けるやん、毎回。マジでさ。違う、怒んな、怒んな。もうなんなんマジで。じゃあ怒ったらダメよ。とりあえず、こっからまず。もう、流れ薄いね。強いからな。会えませんかって言ったら怪しまれるから。まず、年齢聞いて。このなんじゃもと、藤田さんを知らん。趣味聞いて、こういう関係深めるとこから入るわ、ちゃんと。はいはいはい。お願いします。お願いします。はい、お願いします。インテルの早くお願いします。皆さん何歳なんですか？何歳と思う？三番さんは27。はい、27。オッケーオッケー。1番18で、で、君は？僕は21ですね。なるほど、はい、あ、戦国サポーターチームなんだ。一番戦国か。戦国か。俺戦国あんま好き。どこが好きなんですか？あんま好きじゃない。どこが好きとかないわ。エンジョイ J やから。エンジョイ J やから。から分かれ分かれ。ないかい。ないよ。ないんかいって言われて。まあ戦国っていうのはないな。面白くないやろ。面白くないの、確かに。で、これどれ？どこでいいね。いいんじゃない？で、ここがいいと思う。ここがいいと思う。あ、いいっすよ。適当。処理方ですよ。いいっすよ。あ、ダメだ。誰の声や、今。男で話してる。イライラしてくるわ。いや、俺もいいっすよ。どこでも。え？向かってるけどな。何歳なんですか？三番さんは。いや別に俺の年聞かなくていいやろ。なんで俺。いや、これ違うね。これは多分もうね、仲良くなれる気がしないから、これ抜けますもん。すいませんね。まあ、どんどん仲良くなれそうなとこ。あ、17歳です。お願いします。なんじゃもんさん、お願いします。はい、お願いします。よろしく。なんじゃもん、よろしく。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 よっしゃ。でも男やけ。殺すぞ、クソガキ。何ね、あいつら。お願いします。お願いします。あ、お願いします。すみません。はい、沖田くん、何歳？はい、10歳です。10歳か、ちょっとあれだな、10歳は。どこ住んでんの？日本だよ。日本だね。あ、よかった。それマジ簡単に言っちゃダメだからね、知らない人に。いや、世の中怖いのよ、やっぱ。なんか年上だからって、なんかやっぱ年上に対して言葉の本当に気をつけないとね、すんげえ大変なことになるから、気をつけた方がいいよ、本当に。マジで。うん。そう、年上怖いぞ、マジで。
年上怖いからね、気をつけてね、じゃあ。あら、いや、もうみんな、白がキッズ多いから、もうスクワットで当たり引こう。野良で。そのプランに変えるわ。ちなみに今経過したのは、はい。だいたい15分ね。もうこんな誰でもいいわ。男なんかさ、男の方が怖いんだよな。男で会って変なやつだった時マジ何されるかわかんねえわ。いいか、死んでも。マッチングしねえわ。マッチングアプリなんだからすぐマッチングしろよ。マッチングしねえ。あの、Tinder もあんだよ、マッチングってやつが。知ってんだよ。こうやってこっちがなんだっけわかんないけど。ね、左右にスワイプするとハート押せんの。で、ちょっと待って。あ、お願いしまーす。お願いしまーす。喋れますか、皆さん。あ、なんだこいつ見えってやつ気持ち悪いな。なんで抜けんの。お願いしまーす。いや、あのね、ダメだ、マジ。あー、これやばい。この企画ダメだ、もう。企画倒れるってマジで。うん、そう。お願いします。お願いします。上羅のと土地区に来？上羅の土地区に来でいいの俺。まあ、いっか。あれ、ウサさん VC つけれない？VC つけれる人だけあれしてるんだよ。抜けんだよ。じゃあ行くかよ、もう3人でね。ちょっと話したいことあるからさ、みんなに。おい、2人になっちゃったやん。で、ナチョ？ナチョはい。ナチョ、日本、住んでんの日本。え、俺何歳だと思う？え、日本ですよ。俺何歳だと思う？声だけ聞いて。19とか。ああ、19ね。え、ナチョ、え、待って、ナチョの当てるわ、じゃあ。え、ナチョもね、17だね。17。欲しい。マジ？18よ。はい、18です。ああ、18ね。ああ、俺21なんだよ、実は。実はね。21ですか？うん。そうなんだよ。ちなみに、俺関東住んでんだけど、どこ住んでる？群馬です。近いやん。マジ？え、ちょ、今週会わね？はい。今週会わね？どう？飯は無理。無理か。無理。お前が今までで一番いい感じのやつだったのに、マジで。ああ、無理か。マジか。無理。なんで無理なん？怖い、やっぱり。知らない人は。そうです、怖いですね。怖いか。いや、なんか、じゃインスタとか交換してさ、ちゃんと顔とか映してビデオ通話とかまでしたらいける？それでも嫌だ。え、いやですね。いや、なんかワンチャンない。なんかここまでしてくれたら会うよみたいのない。ここまで頑張ってくれる。なんか思んないな、この時間の親子踊って。思んないな。なんかどこ入っても、おい、クソガキ、お前口臭いね。おい、クソガキ、おーい、とか言われてさ。今会える人探してんだけど、会えない、俺と。ん？あ、会わん？今週どっかで。俺、そっちまで飛ぶか。めっちゃ慣れっこいやん、お前、えぐいやん。うん、はい、無理やな、すんごい。無理？お願い、ほんまにお願い、ほんまにお願い。ほんまに。なんでなん？暇なん？そう、暇。友達いないから、友達探してて。で、今、ナチョ、ナチョもうすぐで遊べそうなんだけど。うせやん。ナチョ、口説いてるから、ね、今、もうすぐで遊べそうなんよ。バリおもろいやん。マジで。え、でもあれちゃん、関東ちゃん、知らんけど、喋った感じ。あ、関東だけど、そっちまで行く。全然。わ。マジで行く。え、何しに来んねん。いや、会える人を探してんのよ、今。俺マジ今、銃向けられて、ね、って銃向けられて、荒野で会える人を見つけなきゃいけないの。怖いって。え、何歳ちなみに。え、僕20歳。あ、俺21だ。なら、そのインスタとか公開して、ビデオ通話でも何でも、本当に何でもできるから。キャパイって、お前、バッティマンやん、絶対。なら、本当に、マジで会える人探してんのよ。俺もそうやつか。どうどうなんナチョ。いや、会えないっす。
いや、マジでお願い。怖いじゃん、勝手に進んでるやん。いや、マジで、何でもする、本当に。ビデオ通話でも何でもするし、行くまでビデオ通話でもうできるし、電話もするし、寝落ちも一緒にするから、マジで何としても遊びたいの、俺。いや、寝落ちってないやんで。あ、しないの。マジでお願い。本当にどう別間違えてるやろ、言う。違うか。女に言えよ。女か。え、本当にマジで。してるの。ないない。マジでお願い、本当に頼む。何ができるの？何でもできるってじゃあ。え、何でもできるよ、もう。別に、身分証。君の個々の能力は何ができる？俺の個々の能力で言ったら、あ、ボーリングマン。で、カラオケよりも、どうでもいいな。カラオケよりも、どうでもいいな。点取れるよ、俺。どう、マジ。どうでもいいけど、これゴミ垢なったからじゃあ。うん。ゴミ垢なったから、チュンカチちょうだいじゃあ。あったら、だったら1万ぐらいでいいんだな。やったー。俺15だけ売ってやるから、15以外ならいつでもいいよ。別に全然合わせたんで、俺も無職にと引きこもりだから、全然いいで。え、どこ住んでるちなみに。大阪。あ、オッケー、じゃあ大阪まで行くわ。そしたら、ちょっと明日。怖っ、キモ。明日売ってやるから。で、15はディズニー行くんよ。15も無理なんよ。え、行ってこいやー。怖いって17、18あたりどう17、18あたりでこのゲーム17インナンザンマジでお願いマジでお願いインナンザンマジでこのゲームお願いどう17、18あたりどうよなんかある予定ん17、18あたりどうよ予定うん別に予定ないマジで本当に金欲しいとりあえず分かった分かったあげるあげるあったら1万の中間でいいいらん脅して俺のことをあれしてめちゃくちゃ金取るみたいなことしてくるだろうお前絶対してこえへんってそんなんするわけないやん俺か弱い青年やで本当どうじゃあ17、18あたりどうよ17、え別にいいで全然あマジよしマジじゃあちょマジで行くわじゃあ17か18ぐらいに一回それ DM だそしたらマジありがとう。じゃあ、チュンカ1万渡すのやったのに、うんうん。いらん、別にいらん。チュンカいらん。うん、チュンカいらん。よし、オッケー。じゃあ、いや、どうだろう。17、18、どっちもいける？何時ぐらいがいいとかある？別にいけんで。まあ、夜がありがたいかな。俺、あの朝、日中、家出やんタイプの人間やから。オッケー、オッケー。じゃあ、夜、夜にするか。じゃあ DM でまた連絡するわ、そしたら。分かったよ。ほな、じゃあ。まあ、17の夜とかやったら、うん、結構ガチで、まあ、嬉しいかな。OK。じゃあ17、OK、17夜ね。了解。じゃあ DM するわ。うん、はい。ありがとう、マジで。もう本当に助かったわ。なんなん何が目的だ怖いわ。いや、その、会える人を探してんのよ、企画で。ああ、そんな気はしてた。うん。俺誰か分かる？分かんないでしょ。うん。全然知らん。あ、オッケー。じゃあ大丈夫。そのこと知ってたらちょっとあれだから。誰やねん。オッケー。じゃあまた、あの、DM であれするわ。はい。はい。来ました！はい、一応決まった。また、記録。はい、待ってお前見るこれ27分7秒46これまんま早いぞ多分オッケーちょっと怖いな俺会いに行くの大丈夫かな知らない人に会いに行くのちょっと怖いけど大阪だから適当に誰か友達捕まえてっていうパターンまでちょっと見えるけどいやこれ本当にみんな絶対言っちゃダメだよ危ないからだけど、まあ、27分で会えるっていうことが分かったからまあ。いいでしょう。これ、ワンチャンチンだより早いぞ。わかんねえけど。じゃ、一旦ね、じゃあ、ここ、荒野の分の尺は、ここで使う。ちょ、結構マジで長めの動画になるかもしんないけど、まあ、それはね、申し訳ないということで。じゃあ、一旦、終わりましょうか。はい、カット！マジで。ああ、パチンコちで。もう、別止めなかった。はい、じゃあ続いて、そのまま連チャンで撮ってんだけど、ちょ、次、
とりあえず Tinder のアカウントの設定をなんとかしなきゃいけないから、僕のね、友達の Tinder マスターのやつに今から電話するから、あ、出ねえんだけど。あれ？あ、もしもし？もしもし？あれさ、Tinder でさ、マジで最速で会うってなったらさ、どういう、プロフィールにしたらいいの？お前マスターしてるやん、Tinder。なんでお前そんなことかよ。いや、どういうことな？いや、マジそのまんま。なんかいろいろあるやん、プロフィールとかさ。何が大事なの？一番会うには。一番大事な、そう、大事なの教えてほしい。いや、写真じゃね？写真が。写真の、なんか雰囲気とかで。あ、雰囲気？え、顔使ってない、使ってんのお前。いや、俺使ってなかったけど。うん。まあ、それはあったら。ある方がね。まあね、でもなんか雰囲気で、ちょっとおしゃれな雰囲気とかにしとけば。いける。いや、あとね、たぶんインスタ、一回ね、インスタ教えた方がいいかもしれない。あ、一回インスタ教えた方がいいんだ。うん、たぶんそれだけだったら、ちょっとあれやん、怖いやん。ああ、インスタからね。そう、もう俺は一回インスタ交換しようって言って、インスタ交換して、インスタの DM で、遊ぼうよっていう。したら、まあ、インスタ教えたら、まあ、ある程度さ、ちょっと安心できるやん。ああ、そういうこと。まあ、それが必勝法やね。大丈夫、オッケー。とりあえず、いや、インスタまで繋げればいいのね。うん、まああと普通一人暮らしとか書いてたら結構でかいんじゃない？あ、一人暮らしって書いてたらでかいんだ。あ、多分結構でかいよ。あ、そうなんや。うん、オッケー、じゃあやってみるわ。オッケー、ありがとう。おい、頑張れよ。はい、おつえ。オッケー。はい、ということで、じゃあ今からスタートしていきます。はい、これね、俺マジ入れてたことあるから、でも本当に見て、ね、これ本当にマジ会ったことない証明なんだけど、もうこう会えない。しかもこれ友達いる時にやってるからね、一人でやんないから当たり前に。で、このアイコンのこの雰囲気写真みたいのがさっき電話してたやつのが俺ん家遊び来た時にやったやつ。じゃあこっから右にスライクなんで暇つぶしだね。右にするとこっちにスワイプするとライク。外人の人いるわ。なんかさ、最近さ、たまにっていうか、洋画っていうのかわかんないけど、映画見るんだけどさ、マジで外国の人かっこいいし、かわいくね。マッチー、こんにちは。今から遊べませんか？いや、まずこんにちはから行こう。男とマッチしちゃったよ。なんでマッチしてんねん、お前。まあいいわ。おじいさんよ。とりあえず、ひたすら、あ、めっちゃ男くんな。あ、課金できてないわ、やっぱり。もうできない。うわ、ライクできない。これはね、凄まじい遅延なわけですよ。しかも、ライクしてるやつが見れない。渋すぎるな、これ。まあ、公園も無課金なんでね。返信来ないな、マナト君。マナト君返信来ないわ。これやばくね？これ人選ぶべきだったか、さては。え、これやばいよ。だって時間多分めっちゃ経つわ。これ多分写しっぱでも進まないから、まあ、一旦、まあ、ちょっと DM とか連絡取れるまであれするわ、飛ばす。だからこの今の9時22分あたり、だから今何分経った、これ今だから2分、3分ぐらい経ってるから、だいたいスタートが9時29分スタート、19分スタートぐらいだ。9時19分、6月11日の9時19分からスタートして、どんぐらい会えるかになるわ。いや、これ、マジ、さては、めちゃくちゃ、あれかもしんない。マジでワンチャン、荒野の方が、マッチングアプリが、その無課金前提ね、成り立ってる説はある。はーい。これね。はい、一番上、マナト君。返信しようって来て、もうすぐ、今、9時25分でしょ。もうすぐ来たの。開きました。はじめまして、マナトと申します。主に借金をどうにかしたい方、どうしてもお金を作りたい方、将来起業したい方などのご相談、もし何かありましたらお話できればと思っております。またいろいろなお話もお聞きしたいです。よろしくお願いします。こいつマジで、なんで、なんちゅうことをしてんの。もうインスタの DM に来るやつやん。フォローして、フォロー返したら、とりあえず会えませんか
とりあえず会えませんかって聞いとくわ。もう店会えればいいわ、もうなんでも。でね、今ね、11時54分なんだけど、あのね、マジでマッチングしなくて、もう積んでんだ。でもこれもうまだいいねできないの。ないかが。で、俺37件ね、37人誰かからもらってるけど、課金してないから開けなくて。で、問題なのが、このマナトくんね。あ、こいつと、俺マジこいつずっと話してたんだ。こいつとね、マナトと。マナトとずっと話してて。で、あ、とりあえず会えませんかって言ったら、あ、どうするんですかって言われて、どうってね、喫茶店とかでお話できればなと。何を話してんの？お前、なんでお前からこんななんかさ、ネズミ講じゃないか、ないか、ないけど、なんかまあこんなさ、ぽいことしてきといてさ、ネズミ講ってこれ違うよね、ちょっと。わかんない。勧誘みたいな感じだから、そうなのか。わかんないけど。勧誘経過は、だからよくわかんないけど、まあまあまあ、勧誘ネズミ講として、で、なんでお話するんですか？お前バカなのか、お前は。なあこいつ、なんなの？いろんなお話もお聞きしたいですね。お前からなんかさ、もこんな感じで来たからさ、俺もグイグイにとりあえず会いませんかから会いって。で、何を、ねえ、お話できればっつったら、でもめんどくさいから、もう返してないんだけど。ね、でも、もう何これ、ほんと会えんのかよ、お前、Tinder、マジで。あ、もうね、ゴミっていうとこだったわ。あのインスタのさっきのやつ、コウヤミンのやついたやん。こいつ男なのに SKJ でセカンド JK だから。で、ID に入れてる。で、17の夜、どこら辺行けばいいって言ったら、こいつめっちゃ怖い。マジ勘弁して。おい、マジ、会えんのか、これ。なんで、ちょっと明日、また引き続き。もうとんでもない、マジで。こんなに頑張って、俺やっと会えると思ったら、もう会えなくて、もうしんどい。とにかく。いや、俺もね、企画倒れっていうか、俺もとんでもない長期戦になるなと。映画になっちゃうかもしれないけど、ちょっと引き続きまして、ちょっとまあ今日も12時だから、明日、やってやるんで、とりあえずまた明日もちょっと頑張ります。ほんまに勘弁して、マジで。ほんとにさ、もう。ということで、また明日も。明日ちょっとできるかわかんないけど、引き続き、Tinder の方はもう出かけながらちゃんとやっとくから、とりあえず、その公園の方もまた明日会えるやつ探して行きたいと思います。それではお疲れ様です。勘弁してください、ほんまに。今日日付が、6月13日火曜日ということで、ちょっと、あのね、いや、マジでおもろいんよ。Tinder がね、マジでおもろくてね、マジ紹介するわ。とりあえず紹介する。あ、待って、今日ライクしてない。とりあえず適当に全部ライクしとくわ。来た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 、待って、こんにちはーっつって。ねえ、とりあえず、何がおもろいかって、あ、待って、画面切っちゃった。こんにちはーっつって、で、はじめましてって来て、ねえ、仲良くしてください。あわよくば親友になりたいっつったら、なろうよ。で、その後飲みに行こうよっつって、今送ったんだけど、ありっつって来て。で、これ、まあってやつ。で、これなんて言うんだろうね。コレイくん。20歳。8658km 先、遠すぎん？ハロー、ハワイユー。I'm fine, thank you. と送ったけど、返信が来てないと。で、あとここ、こんにちはっつったら、ハロー。で、ニコちゃんマーク来たから、ハロー、ハワイユーって送っといたんだよ。で、シュータ。こんにちなーからの、ハーで仲良くして。目やね、目やね。で、これ、ユウくん。こいつマジ俺、こんにちはっつって、こんにちはよろしくお願いします、仲良くしてください。こちらこそ何て呼べばいいんですか。とりあえずなんか謎の偽名のゴンダケンタを俺持ってるから、ケンタでつない、ケンタくんね、俺はセイって呼んで、セイやっつって、いやいらん、セイやーって送ったら、ケンタっつって、とりあえず飯いかんっつって、行きたい。あ、待って、これ紹介してないかもしんない。一個さ、え、あれトークが消えてんの、え、トーク勝手に消えることあんの？とりあえず写真からあれするね。これ、こんにちはって言ったら、私、目的はビジネスマッチング目的ですが、マッチング目的は何でしょうって言うから、ビジネスドッキング、ボクシングでも何でもいいよ。ビジネスって何ですか？こっちは数字じゃねえんだよって思ったんだけど。なんか、消えてたわ、トークが。ほら、いなくなってんの、ゆり。でも、ここら辺はだから、下の方がなんかめっちゃ前の、ケイモト君がね、来てた
時に頑張ってね連絡してたやつなんだけど、もう返信来てないからな。なんだこれマジで。でもこんなもんか。だからマジで会えそうなのはここら辺。マー君、ユウ君も会えそう。シューター返信ない。もう全然ないよ。これはヒーってやつも返信ないの。なんだこれ。これあ消せんの。マッチを解除。もう絶対マッチ解除されたよ、あの出会い目的のやつに。なんやねん。なんかもう何人かいたんだよ。待って、俺なんか消えてる、トークが。もう一人おもろいやついたんだけど、もうマジか。そう、あとなんかなんだっけ、あそう、ネズミ子みたいなやつ、前のあれ動画で出てたっけ。であいつもなんかトークで消えてる。あもう完全に消えてますね。で意外とあのマジ全然会える気配がない。でインスタの方もちょっとあのあれするけど、あの前の公演のやつね、俺マジ連絡飛ばれたと思ったんだ。で連絡飛ばれたと思ったら、なんとね、はい来ました、返信。南やろ。南ってあれだよね、なんか大阪のどっかにあるやつだよね。で何時ぐらいって聞いてるから、一応こいつは会えそうな気配はある。でも怖いわマジで、大阪の人に一人会いに行くの。もう絶対ムキムキのさ、アリジャーハイとさ、ヤンキーみたいなやつが出てくんのよ。でまあ現状はとりあえずはこんな感じなんだけど、ちょっとね、どうなんだろう。まだね、で、Tinder の方がもしかしたら怪しいかもしんない。だから、荒野だと、ボイスがあるから、今んところだから、まだ荒野の方がマジで早く会えそう。本当にまだちょっとわかんないんだけど。ちょっとこいつ、連絡怪しかったら、荒野でもう一回また人探しして、会えそうなやつ探すみたいな感じで。で、Tinder は普通にオフで、とりあえずあの、なんか、飲み行けそうなやつとか、多分ね、まあこの感じ、みんなが期待してみたいに、女の子とは多分会えないから、まあもう、誰でもいいから、もう会えれば。あの、面白そうなね。特にあの、セイヤーつってたやつとかね、捕まえれればなって思います。じゃあ、引き続き頑張っていきます。大阪に着き、アパホテルで待つ新人。なかなか返信が来ない中、リゼロを打って待ち、ようやく合流。公園で会えた男はいかつい男を引き連れてきたが、R1 で兄弟の杯を交わし、仲良くなりクラブへ向かう信じた。Tinder でドタキャンされながらも、なんとか Tinder で会う人を見つけることに成功。だが、歌舞伎町の飲み屋でしっかりぼったくられ、人間を拒絶し、完全に信者おかしくなってしまった。次回、バチェルパチンクスおばあちゃんと結婚式。この次も、サービスしちゃうよ。はい、来た。噛んでないかな。勝ちました。8万やられてる。8万。えぐ。